アイガヨインは土星の第53衛星である。2008年8月15日に NASA の土星探査機カッシーニにより撮影された画像からキャロライン・ポルコ率いる画像解析チームにより発見され、翌2009年3月3日に国際天文学連合のサーキュラーで公表された。カリフ号は S2008S1 である。その後2009年5月5日に ギリシア神話に登場するヘカトンケールの一つである、50の頭と100の腕を持つ巨人ブリアレオスの別名、アイガイオンにちなんで命名され、サターン53という確定番号が与えられた。アイガイオンは、ヤノスとミマスの間、土星の間の G 管の明るい領域の中を公転しており、G 管を構成するダストの主要な供給源だと考えられている。 アイガイオンから放出されたダストは内縁付近に明るい古上の構造を作り、それが拡散して管を形成する。アイガイオンの軌道はミマストの7、6の境界点理心率共鳴に入っており、この影響で軌道長半径がおよそ4年周期で 4km ほど振動しており、またこれに対応して平均経度が数度変動している。アイガイオンのサイズは5 0 0程度と、 これまでに発見されている土星の衛星の中で最も小さいサイズであり、非常に細長い形状を持つ。G 間のアーク構造を構成するダスト粒子との相互作用に基づいて、アイガイオンの質量が測定されており、平均密度は氷のものと近いことが示唆されている。アイガイオンのアルベドは0.15未満であり、タイタンよりも内側を交点する土星の衛星の中では、 最も低い。これは、G 管を構成する暗い流星物質の影響か、もしくは藍外音が破壊されて、氷が多い表面が剥ぎ取られ、岩石室の内部が露出していることが原因だと考えられている。また、メトネに似た、滑らかな表面を持っていると考えられる。土星探査機カッシーには、藍外音から2万 km 以内の近距離を4回通過しているが、このうち3回は、 発見前であり、2008年に発見されてからの通過は1回のみである。発見前に最も接近したのは2005年9月5日であり、この時は 8517km の距離にまで接近していたことになる。発見後の2010年1月27日には 13306km にまで接近しており。 これまでに最も解像度の高いイオンの画像を取得することに成功している。2015年12月19日にも接近しているが、この時は画像を取得することができなかった。ありがとうございます。